参道に落ちてる尻、どうしたらいいでしょうか。ようこそお参りくださいました宮崎神社の宮司です。本日はこちら、尻、参道に落ちている尻、どうしたらいいでしょうか。神様とのご縁を結び、あなたの暮らしに寄り添う宮崎神社の現役の宮司が、神社や神道のことについてお話をしています。よろしければチャンネル登録をして、神様とのご縁を結んでください。皆さん、神社にお参りをした際にですね、こうした紙落ちているとこ見たことないでしょうか。こちらはしれと申します。しめ縄などにですね、こうついているものです。これはこれより先は神域であるというふうに、境界を示すような役割がございます。しめ縄と同じような役割ですね。多くの神社ではこちらはしめ縄についているものでございます。このしれ、大変落ちやすい、取れやすい。こちらはしめ縄に挟んでるだけというところが多くございます。なので風でピューンと飛ばされたり落ちたりすることよくあります。屋外であればなおさら、雨風によってちぎれたりすることもよくあるんです。なので参道などに落ちていること、よくあります。皆さん、神社にお参りをした際に見たことないでしょうか。参道に落ちている尻、では落ちている尻、どうしたら良いでしょうか。そのまま素通りしていただいてもいいのですが、気になりますよね。気になる方も多いかと思います。さて、どうしよう、どうしたらいいのか、拾っていいのか、そもそも触っても大丈夫なのか。結論から申しますと、尻は触っても大丈夫です。拾っていただいた方がありがたい。尻はよく飛びやすいですし、落ちやすいので、神主がですね、気づかないうちに、どこかしらにですね、飛んでって落ちてるということはよくあります。紙の種類によっては雨風によっても、土に帰らないものもよくありますので、拾っていただいた方が大変ありがたいです。景観をですね、保つという意味もありますし、また境内をですね、正常に保つ、これも大切なことです。なので、拾っていただいて、神主や巫女さんがいれば渡していただければ大変助かります。そしてもし無人の神社の場合はですね、賽銭箱の横など、分かりやすいところ、目立つところに置いとっていただければ、また神主や総代さんなど管理なさる方が、来た時にですね、落ちてたんだなということで処理をしてくださるかと思います。もし皆さん、神社にお参りを際に尻が落ちていたら、よろしければ拾っていただければ助かります。本日もご視聴いただきましてありがとうございました。よろしければチャンネル登録をして、神様とのご縁を結んでください。